西武線で最古の西武国分寺線ご視聴ありがとうございます。ちもちもでーす。はい、西武国分寺線と、西武新宿線のね、交わる駅の、東村山駅にやってきてます。はい、西武新宿線が来ました。で、東村山駅っていうのは、まあ、昔はね、久米川駅って呼ばれてたみたいですね。まあ、東村山の前身の駅になってます。それで、1894年明治27年に、川越川鉄道として、国分寺線が出来上がりました。今ね、東村山駅が高架化工事をしてます。まあ、これでね、今は国分寺線は地上走ってますけど、将来は、高架を走ることになりますね。西武新宿線が来ました。これがね、1927年の、昭和2年に村山線といって、高田馬場から川越を走ったっていうね、西武新宿線のことですね。はい、小川駅に、来ました。でこれはね、拝島線と平面交差をする駅なんですね。で、拝島線はこの先、多摩湖線と立体交差していきます。で小川駅はカーブで合流してくる拝島線を直線で迎え入れるっていう、そういうね、昔ながらの、交差する駅になってます。私が子供の時には、確かね、国分寺駅から東村山を通って西武園にね、直通する電車も走ってましたね。で、最近は本川越に直通する電車っていうのも走ってましたね。今はね、東村山の工事で、なくなってます。雨の日のちょっと動画で申し訳ないんですけど、これがね、高野台駅ですね。近くにね、津田塾大学があります。あと昔石原さとみさんが通学で通ってたのかな。まあ、ご結婚ね、おめでたいですね。おめでとうございます。一応これが高野台駅ですね。高野台はね、近くにタツノコプロっていうアニメのね、制作会社がありますね。タイムボカンとか、ヤタマンをやってますね。今度はね、国分寺駅を出たところで、伏線になるところですね。これはね、羽沢信号場っていうところがあります。ここはね、部分的に伏線になってます。まあ他はね、単線なんですけどね。で、右側はね、どうやら日立製作所の中央研究所って呼ばれる、建物があるみたいですね。ここだけ見るとなんか西武国分寺線がね、伏線じゃないかって錯覚するんですよね。だけれども、ここを、走り抜けると単線になっちゃうっていう。まあ、伏線区間もあるんですけどね。まあ、全部伏線にしようとしてたのかな。どうなんでしょうね。なんでここの部分だけ伏線なんでしょうね。まあ、黄色の信号ですね。まあ、ちょうどね、反対側から電車が来るからですね。はい、今度はね、恋学母駅という駅に、止まります。ちょうど反対側からも2000系が来ましたね。西武線といったら黄色い電車をね、見ると西武線だなって思うんですけどね。うちの子供はどうやら青と緑のシルバーのね、スマイルトレインを見ると西武線だって感じるみたいですね。まあ時代とともにね、色も変わってますよね、感じ方もね。国分寺駅です。国分寺駅にね、西武線が入ってきます。ちょうどね、雨の日に撮った
国分寺線しかなくて、ちょっと晴れの日にねもう一度出直したいですね。ちょうどね国分寺駅もね北側が開発してますよね、再開発かな。で結構高いビルがね建ったりしてますね。あとは駅ビルのね丸井なんかがね、結構楽しいお店が入ってますね。中央線ホームにやってきました。そしたらねちょうど、西武線が発車しましたね。西武線ね黄色い電車がねすごくインパクトがあっていいですね。私はね調べる鉄なんでねちょっと調べてみたところ、国分寺駅前になんか団子の輪島、輪島光一のね団子屋さんがあるみたいですね。最後はね、中央線ホームに来たんで中央線を見てね、最後にしたいと思います。まあ西武ね国分寺線についてねちょっと調べてみたんですけどね、西武線最古っていうことでね、びっくりしました。一番古い西武線が西武国分寺線だったんですね。皆様いかがだったでしょうか。まあ西武国分寺線をね使ってみたらね、あこれが一番古い西武線なんだというふうに感じてもらえればね、西武国分寺線を楽しめるんじゃないかと思います。ではね、ご視聴ありがとうございました。